令和、ふぅ、強いぞ、早いぞ、令和だぞ。どうも、どうもすぎて、令和が始まって早々に、アシナガバチを捕まえてしまった王ちゃんです。これね、セグロアシナガバチの女王バチですね。今、巣を飼っているのとはまた別の個体ですね。今日ちょっと出かけた時に私の家の玄関先を飛んでいるのを見つけまして、それでね、網持ってきてすかさず捕獲しました。令和初インセクトですね。ついに令和時代が始まりましたけども、心を新たに新しい時代をね、おーちゃんも強く強く生きていこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、これね、セグロアシナガバチですね。セグロアシナガバチの女王バチ。うわ、やばい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 、危ない危ない危ない。ほら、怒っとる。うわぁ。やばぁ。危ない。危ない。マジで刺される。皆さんはね、これ絶対真似しないでください。危険ですからね。もう怒り狂っておりますね。うわ。危ない。おー、よしよし。お、かわいいね。かわいいね。うわ、やばい。これ取り憑かれたら刺されるやつや。危ないっすからね、皆さん。くれ。危険ですからね。絶対真似しないでください。はい。ちょっと危険ですから、このキューブの中に閉じ込めましょう。よし。危ない。マジ怖かったな。刺されるかと思ったかな。非常に前置きが長くなりましたけども、今日は、このセグロアシナガバチに、これ、黒霧島。この黒霧島、焼酎を飲ませたらどうなるのか、実験してみようと思います。これね、もう結構飲んじゃって、あんまりね、量が残ってないんですよね。なんでね、せっかくですから、もう、蜂にも、この焼酎を分けてあげようと思いましてね。それでは早速、このキューブの中に入れましょう。危ない。よし。わ、ごめん、足挟んどった。ごめんね。これ入れたら焼酎じゃなくなるような気がせんでもないけども、グレープジュース入れてあげましょう。多分ね、甘い匂いつけてあげないと飲まないと思うんだよね。果汁 100% です。あ、溺れんの。ちょ。それでは、ぶどうジュースをちょっと混ぜてあげましょう。うわー、色が変わっていきます。もうちょっとかな？もう少し入れてあげよう。はい。おー、染まっていきますね。これでいい感じじゃない？おぉ、これじゃ焼酎じゃなくてワインな気がするけど。まあ、いっか、細かいこと気にしたら負けよ。また溺れたらかわいそうなんで、このようにティッシュに含ませて、溺れないようにしてあげました。さあ、どうぞ。さあ、飲め。飲まんのかな？飲んでほしいな、焼酎。ぶどうジュース入り焼酎。これでね、嫌でも飲むはずですね。ちょっとかわいそうな気がせんでもないけどね。これ実験ですからね。どうなるか。見てください。今このような状態ですね。手を離していても、蜂に逃げられない画期的な方法ですね。はい、地味にね、今思いつきました。あ、これでね、たっぷり飲ませてあげましょう。さあ、お、舐めとる。ちょっと舐めとる。怒っとるけど、怒りながらもカミカミして、吸っとるよ、ほら。吸っとる。美味しいのかな？あ、おとなしくなった。おとなしくなりましたね。ほら。吸ってますわ。美味しいんかな？お、これうまいぞって思っとるな、絶対。ちょっと怒っとったけどもさ。あれちょっとうまいんちゃうって思い出したな、この子。体は正直ですね、やっぱり。怒っとってもさ。やっぱ美味しかったらね、反応しちゃうのね。うわぁ。女王様、お怒りですね。お怒りですけど、怒りながらも、焼酎を飲んでますね。俺別に無理やり飲ましとるわけじゃないからね。別に俺は無理に飲ませてないからね。お酒強要してないよ。ただお酒の前に、女王蜂の体を置いただけですからね。これ飲んでるのは女王蜂が飲みたいから飲んでるんですよ。私が飲ませてるわけじゃないですからね。そこのところはね、理解してもらいたいんですけども。糖分、糖類を取りたいんや、この子は。
アルコールというよりは糖分が取りたいんやろな。糖分っていうのはね、活動のためのエネルギーですからね。ですからこうやってね、体拘束されててもやっぱ糖分、甘い味がしたら舐めちゃうわけですね。ほら、舐めとるのわかる？ブラシみたいなものがあのおまごの裏側にあるのよ。そのブラシみたいなところに汁を含ませて、それをジュルジュルジュルって吸っとるわけ。あの大顎でティッシュ噛んで、そしたら汁が出てくるじゃん、染み出してくるじゃん。それをあのブラシみたいなのに含ませて、それをジュルジュルジュルって吸っとるわけよ。よくできてますね。で、糖類はね、活動のエネルギー源ですからね、必ず必要なものなんですね。野外でも花の蜜を吸ったり樹液に来たりしますからね。あれは活動のためのエネルギーを補給しに来てるっていうことですね。うわ、怒っとる怒っとる。ツン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 、うぅ、ツン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 、おぉ、刺されへん。よっしゃよっしゃ、これいいんちゃう？あのお腹の部分のこの針のところが当たると危ないんやな、これ。危ない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 。解放してあげました。ずっと拘束しっぱなしだとかわいそうなんでね、このまんま2時間ぐらい置いときましょう。2時間が経過しました。ピンピンしてますね。どうやらアシナガバチはアルコールが入っても大丈夫みたいですね。どうやらお酒に強いようです、この子たちは。はい、あ、皆さんはね、あの、この動画見ている坊やたち、お嬢ちゃんたちは、お酒は20歳になってからにしてくださいね。あの、蜂はね、蜂は人間じゃないんで、法律適用されませんから、だから、今ね、お酒飲ませてますけども、皆さんは、お酒は20歳になってからにしてくださいね。というわけで、セグロアシナガバチの女王蜂にアルコールを飲ませても大丈夫だということがよくわかりました。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。さあお飲み、さあお飲み。うわうわうわ、どうや。ああ、飛んだ飛んだ飛んだ、待て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 、逃げるな逃げるな。